はい、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ということで、本日はスクールド受信化をね、使っていこうかなと思います。はい、ということで、それでは早速見ていきましょう。こちらです。進化神かな、いいところ全部持ってきた感じしますよね。進化がロボットキラーとかに特化してて、で、まあメテオ友情だってそこなくなっちゃったんですけど、で、神化の方が、アビリティ自体は多くて珍しい状態上回復とかも持ったんで、まあマグメルとかで使ってる人がたまにいたかなーってぐらいですね。誘発のあれもあったせいで、はい、そこがまあ全体的に強化されて、合わさったって感じになりましたと。で、気候封じっていう新しいアビリティはロボットと鉱物に対して 2.5倍、キラー L なんでね、はい、っていうキャラになりましたと。で、これが友情にも乗ってくるんで、友情に乗った時は総火力カマヤとか超えてくるのかな、あの一応ね、あのキラー対象にうまく当たればの話ですけど、はい、まあで、それぐらいの友情コンボとかももらっていますよと。で、弱点ロスも持ってると。まあなんか最近の重心化ってさ、結構武器が多いんですよね。意外とちょっと前々だったら、その外れの重心化はもう外れの重心化で完全に上位互換がいるのに、その下に生まれたみたいなのが多かったんだけど、外れだったね。最近重心化がすっごい丁寧に作られてて、どれもなんかちゃんと長所があって、あのこういうシーンだったらこいつの方が強いよねみたいなところがちゃんと尖ってくれてるんですよね。だから弱点ロスだったりキラー対処だったりパワーフィールドみたいな使い方もできるかもしれないじゃないですか。なんでスクールド結構いいキャラになったなと思いますね。はい、で、この、まあ、全体的に内容が活かせるかなっていうクエストを何個か行ってみようかなと思います。早速一つ目行ってみましょう。はい、ということで、実験台張りにガロンを降臨してましたので、ガロンにね、一発目行ってみようかなと思います。まあ、ガロンでの強さは、反射炎とか出てくるんでね、一応ロボットキラーが刺さるよっていうので、ボスは獣なんで、うん、ボスに種族キラーとかは入んないんですけど、まあ、多少道中キラーが入るっていうのと、まあ、アンチブロックが強いかな。アンチブロックあるかないかでね、すげえ変わるシーン多分あると思うんだよね。なんで、アンチブロックが強く働くところは多少あるかもしれないなというシーンですね。で、友情コンボがやっぱ、基本的にブロックの中にいる敵、友情コンボじゃなく攻撃できないクエストになってますので、殴りの他にね、友情コンボの強さっていうのをこう求められるクエストなんで、そういう面ではいいかもしれないね。友情コンボが強いからね。で、今回アリナで友情コンボの底上げができるようにしてきましたね。で、パワーフィーもあるよと。まあこれだから普通にあのガロの適性がいない人っていうとサブに組み込むレベルになるかもしれないですけど、まあでもそんな強くないと思うんだよね、言うほど。あの、ここではね、ここではの話ね、わさわさ入れるほどかなと思いますね。うん、ここしようかな。あ、コミキューとかも鉱物だね。鉱物ここで出てくるんだ。じゃあ一応キラーダブルで刺さってはいるんだね。はい、まあでもこっからかな。あと、まあボス2とかが見やすいかな。ボス2とかはね、友情コンボじゃないと削れないんで、基本的にね、あのブロックの中にいるせいで。ただこいつアンチブロックあるからね、あそこどうなるんだろうね。普通に殴れちゃうのかな。そうなってくると今までできなかったことができますよね。さすがにねえか、小町とかでもできてたからな。これちょっとエリアに配置することを言うかもしれないね。うん、ちょっと全然入ってないです。こっちは入るんだ。さあ、こうやってエリアに配置して、で、今回ここのマップで言うとスプリッツァーですね。左側にいるあのナメクジみたいなやつが友情コンボで倒してくれる。まあまあまあ、こうなるとやっぱ友情コンボを倒す敵に対してはほんと強いよな、この友情な。全体系の友情ですから、これが複数出てきたとしても、エレメントエリア内で友情が発動できれば、結構やっぱ広範囲に攻撃できるよね。で、今回これエレメントエリアを踏まなきゃいけないっていうね、その、一回一手間あるようになってるクエストなんですけど、これ別に普通のクエストだったら、このエレメントエリアも何も気にしないで当たりに行けるわけですから、普通に強いですよね。うん、友情自体は強いと思う。ランページももう反射しなきゃいけない時代だからな。普通のランページが物足りなく感じてくるよな、どんどんな。そこらもちょっと友情に手を取りましょうか。まあ、殴りもしつつ。おエリア内の友情だったらさ、相当刺さりそうですね。これちょっと上の友情もう一回いった。そんなこと言ってる場合じゃなくなりました。ちょっと負けるのはやばいね。負けないような立場にします。はい、これは別に誰でもできる。これ作るんじゃなくてもできる。はい、ただまあ弱点ロスっていうね、火力出さなきゃいけないときにね、ロスできるっていう強みはあるんでね、そういうところは強さになると思うんだけど。いや、でもパワーフィールド仕事してそうだよな、今の見る感じな。殴りとかね、やっぱね、パワーフィールドね。パワーフィールドのさ、最近殴りの倍率がかかるところとかがあったりとか、あと剣の倍率だったり、パワーアップ反撃でもらうだったり、いろいろあるのと、それと違ってフィールドで展開されるからダメージが重複するのがいいですよね。あ、倍率か。倍率重複が取れるのがすごいいいと思うんですよね。いろんな要因がある中で。それで打ち消されるとかだったら違うんだけど、攻撃アップとかみたいにね。フィールドだから、ね、どうしようかな。反射先倒すのか。怖いんでね、さっき言われてる。
下手くそすぎた、ごめん。はい、まあ、ただ上のエリアに入ることができましたので、ボス削るのはちょっと良くなりましたね。さあちょっとアリナ撃っていきましょうか、せっかくなんで。さあ撃って、さあエリアにちょっと入って、強っ。いやこれそうだよね、友情の勇敢があったらそれ強いよな。この友情だもんな、だから実質こっから構えるみたいなもんでしょ。そうですよね、構えるみたいな威力出してるわけですから、こっから、止まっときたいね。外すと短縮が外れるだけなんで、ブロックは外しやすいですね。さあ来た、純火力見ましょうか。ここでブロックをして、いや強いですね。一体でこれなら強いですね。一旦で削る威力ではないですね、一応ね。ただまあこいつじゃなくてもできそうですね、今の環境だったらね。それはしょうがないけど、あ、アンチブロック忘れてた無理やり削りに行ったみたいになっちゃった。さあボス戦かな、こっから。あれもう一個あったっけ、あれなんかあったっけ、あーあったな、こんなステージ。運極にしたのちょっと結構前だから全然覚えてない。さあひどいショットですね。あ、こういうところいいよね、アンチブロックがないと、上に行くのとかちょっとめんどくさかったりするんだけど、これアンチブロックあるからこの適当にポーンっていうのはね。今友情誘発しながらエリア入りながらこういうふうと、はい、まあ、ここはちょっと貫通に任せましょうかおとなしく。レプリカ連れてきちゃったからさ、しかもあかけるか、かけます。さあちょっとエリアに入ってませんけど、友情の威力的にはあれですね。あー、なんならアリナまた痛かったっすねこれね。さあ左下にアリナ入ってくれてるんで、アリナの友情はバイズアップで取ることができますと。そう、あ、私信じる、自分のエリアのデータを信じるか、いいね。さあボス1です。ここちょっと気をつけないですね、これゲージ飛ばしちゃったりするとほんと詰むんで。あ、飛ばしてもいいか、逆にボスにゆっくりやりたいですもんね、友情威力みたいんで飛ばしちゃってもいいね。しかもアンチブロックあるからさ、これあれなんですよね、効果死にたくに倒せないですよね。さあアンチブロックあるおかげで弱点ロスもかけに行けますからね、ボスにはね。ボスにアンチブロックないと触れなかったよね、確かね。もともと配置されてるとは違うけど、話は。さああとここでゲージ飛ばすだけ、ゲージ飛ばして次はラスゲにしたいですね。でラスゲでゆっくり友情で削っていきたいね。ここほんと削りすぎちゃうよね、ここに関してガチで結果だと思うわ俺。だなあ、そいつが出てくるとか。お、食べ込んでない。さあここでちょっとやりすぎてしまうととんでもないことになってしまいますので、ゆっくり行きたいんですけど、ゆっくり行ってる暇もないので、アンチブロック外せねえのか、いか外せなくて、ここにもスクールは下にいないっていうエリアの中にいてほしいんだけど。 OK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 。 さあここで縦からしていいのか、本当に本当に立て返していっていいのか。あ、これ4日にしよう、こうしよう、こうしよう、キョ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 。最近もここ強いキャラずっと使ったからさ、運極にするときもそうだったけどさ、ほんとここ強いとこやつでいくとさ勝手に飛ぶんすよね。こんなもう別にこっち求めてないのに、マジ求めてないのに飛ぶからさ、ここそう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 、そうやってチビチビ削っていくもんなのよ。ここはこんなんやったらやばいっすよ、こんなん弱点殴ったらもう飛んでいくよ、サクッと飛んでいくと思う。これ飛ばすか、その前に死ねか、これやってそう。やっぱガロの血管後悔しちゃうかもしれない、これ今のちょっとやばい感じですね。ラスト弱点1ヒットで飛ばしたんで、あぶねえ、これでこんだけ飛んでくからね、どんだけここヒットポイント低いんだっていう。ほら逆にこれ友情見せづらくなっちゃったじゃん。まあ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 、そういうこともあるでしょう。じゃあパワーアップだけはさせてあげる、パワーアップ、いいね、超いいエリアに入りましたね。じゃあちょっとアリナはかけちゃうか、アリナはかけちゃっていいかな、これアリナかけてどれぐらい出るんだろう、これやばいぞ多分。エリアを展開できてるのがすぐ終わっちゃうかもしれません。あ、まだ展開してる、展開してる、展開してる、別になっちゃった。うん、まあでもこれぐらいでこれなら十分か。これさ、さすがに優勝か、
原則下で止まって、ね、出していくっていうのが主流のやり方になると思うんだけど、まあ、そこも無視できると適当に打ってるだけでもね、自分からはやっぱ出ますから爆発を組むとね、砲撃じゃないのかね、ちょっとあれですけど、こうちょっとザコで来て倒してみましょう。オッケー、ここまで倒したらもうだってこれ弱点ロスもあるんだろ。ロスってもう意味ねえか、2個だよね、上下ってあったっけ、左右だよね。ちょっと投げて打ってみるか、どっちにしろ倒したい気がするんだよ。やっぱ左右か、あ、強い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 。でも露出やっぱいいよな。でも露出ってさ、冷静に考えてほんと強いよな、ほんとに強いんだよな露出って。こんなんなっちゃったねどっち行ってもいいみたいな、適当に中入ればいいみたいになるから。はい、ってことで、まぁ、あ、ちょっとね、今このクエストではなんかうおーみたいな感じになんなかったですね、正直、うん、なんでまぁ、あ、ちょっと他のクエストでも使ってみようかなと思いますので、ちょっと違うクエスト行ってみましょう。はい、ということで、スクルトを使ってきたんですけど、ごめんなさい、先ほど、俺もう一回クエスト行くって言いましたよね。ただ、ね、いっぱい行ってきたんですよ。そんなになんかね、おーってなるキャラじゃなかったっす。キャラじゃなかったっていうと失礼ですけど、とこがなかった。はい。で、まぁ、あ、結論は今言うと、行ってきたところが、串灘海だったり、まぁ、串灘海は、もう本当別に友情でガンガン行くってわけじゃなかったんで、そもそも論で、なしで。で、マリシテが結構削ってくれてたんですけど、まぁ、あ、そのなんか友情キャラじゃないなってのは本当確信を得ましたね。結構友情コンボがやっぱ強かったんで、キラーが持ってきたら強いと思うんだけど、キラーが乗らないところだとやっぱ友情コンボもまだこれ今弱い方に入っちゃうかなって感じはしましたね。で、あともう一個、一番肝心のシンベリアですね。シンベリア、この3つに全体的に行ってきたんだけど、まあ、シンベリアちょっと途中で負けちゃったんだけど、まあ、シンベリアもその弱点ロスが溜まってっていう風になってきたら回しやすいかなとは思いましたね。まあ複数はまあ使用上そんなに積まない方がいいと思うんだけど、でも普通に強かった。普通に強かった。まあ、深夜までしかできなかったところが、こいつもできるってなってるんでね。ただね、ベリアルに関しては、やっぱルビーだったりとか、その裏攻略法みたいなのがすごいいっぱいあるので、まあ、そこで今更このスクルドっていうのを採用するかって言われると、今名前が上がったやつが持ってない人だけ採用する感じになると思いますね。まあ、それほどちょっとね、途中で負けてしまったんで、動画には入んないと思うんですけれども、はい。じゃあ、まあ、他のクエストで使ってみようかなと思ったんですけど、パッとなんか使ってみたいなっていう意欲が湧くクエストがなかったんですよね。だから、まあ、そこ無理やり使ってもらってことなんで、今回はちょっとガロンで、終わりにします。はい、ここでこっから無理やり使ってもあんまり俺個人的に意欲がわからなかったんで、はい、終わりにします。で、まあなんでちゃんと説明だけしようかなとは思いますね。はい、まず特別友情が強いわけじゃない、はい、これだけで殲滅していくっていうような友情ではなかったんですけど、他の性能と見比べた時によくこの友情をもらったなとは思います。はい、でパワーフィールドのところって、そのやっぱね、一撃ドーン系のところの火力の底増しだったりもできるのと、あとガロンの途中でもしかしたら話したかもしれないんだけど、他のパワーアップ系のね、あのギミックだったり友情コンボだったりとの剣を併用ができるっていうのは強いところだよね。剣取っててもフィールドなんで違うところになるじゃないですか。剣取った後になんかペルセウスのバフとかかけたらさ、それってさ、どっちかしか反映されないよみたいな状況によくなるじゃないですか。そういうのがならないっていうのはやっぱこのね、火力を上げる一つの要因としてパワーフィールドは優秀だよねって話ですね。はい、と、まあ、スクールド今回ワープ、地雷、ブロックっていう3つのね、あのアビリティに対応しているのにもかかわらず弱点ロスもらってるんですよね。うん、なんで非属性のそのワンパン系のやつだったりとかと、まあ、その弱点ロスって面で相性がいいかもしれないですね。ロスの中でも16ターンでロスできるって条件クリアしてて、 SS 短縮で自分のターンを短縮できるので、はい、なんでより早くそのワンパン系のやつらより先に SS を打って弱点をロスできるってのはこのスクールドの強みになると思いますね。まあ、これがなんてもうね、ペルセウスだったりとか、あとはシオンだったりとか、この辺とも相性が良くなってきますので、よりこいつの SS の短縮も早くできると思いますし、まあ他のバフのやつと一緒に打つこともできると思うし、タンチャンもらったりすることもできると思うし、だから比較的強いと思いますね。うん、本当に強いと思う。まあさっきも言ったっすけど、雑な重心化がないっすね、本当に。うん、なんか組み合わせたりしたら本当化けるだろうなみたいなやつが多くて、今年の重心化とか最近の重心化って他キャラとのシナジーもすごい丁寧に考えられてるから、なんか使って楽しそうですよね。組み合わせがなんか考えられてるんで嬉しいですよね。今までのやつってこいつの介護官だけど持ってない人用のために出しとくとかね、こいつが進化神化の要素、進化しか受け継がなかったから神化の要素なくなっちゃった、じゃあこいつの重心化出しとこうみたいな代わりみたいなのがすごい多かったんだけど、
今回なんか新しいキャラとして生まれてきて他とのシナジーがいいっていうのが個人的に嬉しいなと思ってますね。うん、なんでまあこういうところにもちょっとね活躍の場を上げてほしいですよね。うん、まあカマルのワンパンを手伝うとかそういうのも一応できるんですけど、スクルトしかできないところベリアルみたいなクエストがね、なんか今後来たりしたら嬉しいなとは思いますね。キラが乗ってくれればねこいつしか活躍できないみたいなのはありそうだけど、はい、ってことでまあちょっと今回ごめんなさい、1個しかクエスト行ってないのでしょうもない動画になっちゃったかもしれないんですけれども、まあ意欲が湧いた時にね2クエスト3クエスト行くクエストも使ってみたもあると思いますのでね、そちらをお待ちいただければなと思います。ってことで本日もここまでご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。